間前後して申し訳ありませんが、これはあの一番最初のあボードさんの次のあのアイナットの発表の後です。発表に続く話です。彼がまあオーバービューを話してくれて、私はまあ、実際に私が作ったものを、発表します。で、ID ミッキー24です、よろしくお願いします。で自己紹介なんて書いたんですけど、あんまり情報がないです。よろしくお願いします。で2009年の5月から、リサーチアシスタントを、まあ、やらせてもらってまして、で今年の3月、まあ、今月に、まあ、大学院を卒業するということで、こちらのアーレンも卒業させていただくと思います。で、趣味なるお茶しか書いてないちょっと前のバージョンかもしれない、はい。で、私が BBCS でリサーチアシスタントとして働いてやったことはこちらです。クラスター環境を使ったそのネクストジェネレーションシーケンサーだから次代シーケンサーの配列解析の、補助ツールを作った。そういうことです。で、作ったもの2つあります。これ文字見えますかね、ヘルスト経由で。GMAP という、次世代シーケンサーの配列解析の処理の補助ツールと、あと統合ファームボットっていう、これはちょっと公には出しないんですが、そういったものを作りました。それぞれ、説明していきたいと思います。というわけで最初はこちらです。GMAP。で、NGS 解析。私のスライドでは、次世代シーケンサー、配列のことを NGS と略してちょっと書かせていただきますが、これはまあ、次世代シーケンサーから得られた、大量の、DNA のデータを解析して、で、それからなんか、まあ生物学的な知見を見出す。まあ、その一般のことを指して NGS 解析。まあ、もしくは、次世代シーケンサーの、配列の解析といったようなことで、指して言うことがあります。で、我々の、その、技術開発第一課ですかね、そこでも、いくつかのソフトウェアを使ってまして、まあ、こちらのような、次世代シーケンサーの、配列解析用のソフトを使っています。トップハットというのが、まあ、ゲノム上の、エキソン・イントロン境界の推定を行う、まあ、どこが遺伝子のコード領域か、コード領域じゃないかっていうのをその境界部分を推定するためのソフトで、膨大は、さっき、犬が言ってましたが、マッピング、ゲノムへのマッピングを行うソフトで、カフリンクスっていうのが遺伝子の発現量解析を RNA-seq のデータを使ってやるためのソフトです。こういったものを使ってで、バーッと次世代シーケンサーのデータを、楽に、解析するためのパイプラインみたいなのを作っていけたらいいなということで、我々は結構活動しておりました。で、こちらのスライドでも書いたんですが、大量の、DNA 配列データということで、本当に大量のデータを扱います。1つのファイルが、まあ、5、6ギガとかあるぐらいあるのは結構当たり前で、5、6ギガのファイルがまた何個もあって、それら全部解析しなきゃいけないといったことも結構あります。で、一つの、こういう私の MacBook ですとか、もしくは一つの、タワー型マシンとかだけで、そういった大量のデータを解析を行おうとすると、とてもじゃないけど、すごい時間がかかってしまいます。で、一つのマシンでたくさん時間がかかってしまうということであれば、もっとたくさんのマシンを使って、分散させて処理すればいいんじゃないかということで、よくクラスター環境を使って、並列分散処理を行って、大量データの解析を行うということが、よくコンピューターサイエンスの、分野では、最近では結構注目されている話ですが、やられております。で、DBCLS にも、こういった、こちらの写真のようなクラスター環境がありまして、我々リサーチアシスタントが自由に使って、配列解析とかをやっているクラスターがあります。で、一つのマシンに、8コア、8CPU って書いてますか、8コアですね。で、メモリーは、16GB。で、そういったものが8台、ネットワークでつながって、で、ファイルサーバーとかでもまた別にやって、それぞれデータを共有しながら、まあ、連動して動くような、そういったクラスター環境があります。で、ここにバッチジョブシステムの、サングリッドエンジンというシステムがありまして、多分聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、まあ、こういったソフトウェア、サングリッドエンジンというソフトウェアが入っているおかげで、これらの8個のマシンで、
まあそうですね、並列分散処理を行うってことが非常に容易に簡単にやれるようになってます。で、並列分散処理をやるイメージですね、例えば染色体24本に対して一度に何、まあ、ある特定の処理をやる。で、染色体1本ずつシーケンシャルに1コアで処理をしていくとなると、まあその当然ながら染色体1、まあ、人の染色体ですと、まあ、22プラス2ですね、 XY もあるという。で、1から22と XY 全部24個全部処理するまでの、まあ処理時間がかかってしまいます。ただし、しかしその24コアを使って、まあ、大量のクラスター環境の24コアを使って、並列分散処理を行うとこうなると。まあ、1つ目の染色体1の処理をやっている間に染色体2の処理もまた別のコアで走らせていく。で、同じように染色体3の処理も、まあ、同時に走らせていくということをやっていくと、まあ、全体の処理時間が、まあ、この24本の中で一番長く処理時間がかかったものと同じ時間で済みます。まあ、理論的には全部同じ時間で済む、それぞれの処理が全部同じ時間で済むのであれば、まあ、24分の1で計算時間が済む。で、実際これ一個一個の処理時間が例えば5、6時間とか平気で、まあ、もっとかかる場合もあるので、それが24分、逐次処理で、1コアずつやっていくと、5、6時間かける24時間ということで途方もない時間が実際にはかかってしまいますが、24コアだと、5、6時間で済むということで、まあ嬉しいねということです。まあ、ただし、まあ理論値ですよね。で、こういったその複数のコア、複数のマシンの複数のコアを連動させてジョブを、まあ、プロセスを走らせるという、そういった時に、まあ、サングリッドエンジンがそういった、並列分散処理のサポートをやってくれます。で、Qstat というコマンドが、サングリッドエンジンに用意されてまして、これを使って例えばこのように、Qsub コマンドの後にその Qsub への引数を変えて、で実際に、クラスター環境で実行させたい、コマンドとそのコマンドへの、引数を書くことで、まあ、コマンドラインからジョブを投入することができます。ちょっとコマンドラインにあんまり馴染みがない方にはちょっと分かりづらいかもしれないですが、まあ、キーボードでタカタカタカっていう、叩くだけで、一度に、まあ何コアもの何十コアもの、まあ、コアを使って、計算を走らせることができるよという、そういったふうに、まあ、考えてくれればいいかなと思います。で、Q サブの引数が例えばそのジョブに割り当てる コアの数ですとか、ジョブの名前ですとか、あとは、投入先のジョブの Q ですとか、まあ、そんないろんな情報をとりあえず指定する必要がある。で、NGS の解析の時にサングリッドエンジンを使って、その例えばトップハットですとか包帯といったそういったツールを使おうとすると、まあ、そのジョブを実際には染色体に、まあ、人ですと24個の染色体があるので、それ1個1個に対して Q サブをバーって発行しなければいけないんですが、そうなるとかなり面倒ですね。なので普通はシェルスクリプトなどの、プログラムを書いてそういった処理を自動化させるのが、まあ、常套手段なんですが、このジョブを投入するスクリプトを書くだけでもなかなか面倒な問題がありまして、例えばそうですね、スクリプトが間違ってたりするとジョブを投入した後にエラーが発生してしまうと。で、ジョブを投入した瞬間はジョブがなんか投入が成功しましたってバーって出てくるのに、まあ、数分後、投入されたジョブの様子を見てみると全部フェイルして、何も計算されてないというすごい悲しい状態状況になることがあります。で、なのでこういったエラーを防ぐためにスクリプトを、まあ、ちゃんと書くっていうのは結構、まあ、面倒な話ではあります。また、NGS 解析をする上で、例えばそのデータベース、CVI などの公共データベースからデータを取ってきて、このデータについてまず処理しよう、じゃあ次はこのデータを取ってきてこのデータについて処理をしようっていうのを、まあ、どんどんやっていくと、一部の入力ファイル、一部のその処理の対象ファイル同士では同じような、パラメータを指定して処理を実行して、でもまた別のファイルだと、まあ、違うパラメータを指定して実行してっていう、そういう、なんていうか、入力ファイルごとに共通のパラメータがあったり、異なるパラメータがあったりします。で、そういうのを全部スクリプトで自分で自前に変えたりすると結構面倒な作業になります。で、まあ、これが1年ぐらい前の
私のツイッターのつぶやきなんですけれども、環境変数とかそういうスケート学上で考慮しなきゃいけない問題だけで何時間もスケート学上に時間を取られてしまったりとかして、解析が一向に進まなかったこともあったりしました。あ、実行時エラーとかちゃんとしたスライド用意してたんだった。実行時エラーこんな感じです。例えば、ユーストの方、ちょっと文字が小さくすみません。QSUB コマンドを使って、例えばトップハットのジョブをサブミットするスクリプトを実行すると。で、パラメータをなんかいろいろ指定して、で、ゲノム、どのゲノムに対して処理をするかっていうのは、まあ、パス、まあ、ゲノム、まあ、マウスのゲノム、パスを指定して、で、最後に入力の、まあ、こういう、この、SRR1360 ってやつですね、それの中に入っている、シーケンスのデータを、まあ、トップハットで処理をするよっていう、そういうためには例えばこういうコマンドを実行するんですが、ここで引数が、まあ、プログラムのその、パラメータが間違っていたりとか、もしくは環境変数の設定ミスがあったりすると、まあ、とりあえずサブミットはされるんですが、しばらく後に QSPAT っていうコマンドで、まあ、ジョブの状況を確認できるんですが、まあ、すぐ終了してしまうんですね。で、ログを、まあ、レスなどのコマンドで見てみると、異常終了したメッセージが書いてあって、でまたやり直さなきゃいけないっていう、まあ、なかなか面倒なことが発生します。まあ、こういうの嫌ですよねっていう、嬉しいですよねっていう。で、同じような設定をいくつもファイルで共有するっていうのは、例えばマウスのゲノムに対してこのファイル、こちらの SRR1360 のファイルをこの設定で、処理をかける。で、SRR1361 のファイルに対してはもう同じ設定を使うと。で、こちらの SRP の値が変わって、まあ、つまり違う実験区のデータに対してはフガフガのまた違う設定を適用すると。で、今度は人のゲノムでまた違う SRP の違う実験区のデータに対してはモゲモゲの設定を適用する。こういった場合にわざわざ一個一個スクリプトを書いたり、もしくはその変化しうるパラメータをそのスクリプトのコマンドライン引数にすると、コマンドライン引数の数が増加して実行するのが非常に面倒になったりとか、そういった問題が発生してきます。まあ、これも良くないですね。なので、これらの問題を解決するために私は GMAC というのを作りました。GMAP は、NGS 解析ジョブ投入補助ツールと、まあ、要領しく書いてますが、まあ、そういうものです。で、サングリッドエンジン用に、作りました。で、まあ、いるですとか、ここに今日はいないですが、ヤグさん、ヤグアイスさんなどの、まあ、彼らのリサーチアシスタントのフィードバックを受けながら、まあ、こういったところをこうすると便利なんじゃないかっていうフィードバックを受けながら開発を進めてきました。で、まあ、こちらのトップハット5体とソープ2などの、プログラムの実行に特化して作られております。で、GitHub でソースコードが公開中です。私の GitHub のページの GMAP というリポジトリに、ソースが置いてありますので、まあ、興味がある方はぜひご覧ください。で、わからないことがありましたら Twitter 経由で私に聞いていただければ答えますので、ぜひぜひ。で、GMAP というその私の作ったプログラムの特徴なんですが、さっき言ったジョブの投入後のエラーとかが、まあ、ある程度防げるようになっているということと、あとジョブ投入が少ないキータイプで、まあ、少ないコマンドライン引数で済むようになってて、楽になっている。で、何度も使うようなパラメータを設定ファイルに書き込んでおくことによって、それをそこから自動的にロードさせて、それで実行させることができる。そういったメリットがあります。で、まあ、設定ファイルは例えばこんな感じで、そうですね、例えばマウスのゲノムのパスがこちらに書いてあるんですけれども、それに、まあ、マウスっていう名前のエイリアスを、まあ、別名をつけて、で、実際に実行するときには、おお、しまった順番違ったか、まあいいや、実際に実行するときにはこのパスをわざわざ指定するんじゃなくて、マウスっていう名前だけコマンドライン引数に当たるだけで、まあ、マウスのゲノムのパスを指定したことになるとか、あとは各実験区ごとにこういったパラメータを毎回使うよという時には、こちらのように設定をあらかじめ変えておくことによって、実際に GMAP 実行するときには、わざわざ入力しなくて済む、そういったような、まあ、メリットがあります。
して、でクラスター、まあ、DBCLS のクラスターが、まあ、実際にはまあ DBCLS のクラスターじゃなくてもいいんですけども、サングレイトエンジンの、がインストールされているクラスター環境が閉じます。ユーザーがログインして GMAP を実行しますと。例えば、まあ、こんな感じですね。GMAP で、トップハットを使って、マウスのゲノムに対して、こちらの、まあ、NGS のファイルを処理させろっていうような、まあ、コマンドを発行したりします。おっと。すると GMAP が起動して、ユーザーが入力した引数をチェックしたり、あとは、設定ファイルを読み込んだりして、で実際に QSAG を実行して、JUG を投入してくれます。でまあ、この時に環境変数の設定なども全部やってくれるので、そのグリッドエンジンに、サングリッドエンジンに JUG が投入された後にエラーが発生することは極力防ぐことができます。でまあ、実行画面のレイヤー、例えばこちらのような感じです。トップハットのツールを使って、マウスのゲノムに対して SRR1360 の、ファストQファイルを、処理しろというコマンドを実行したとします。そうするとこちらのように、まあ、確認の画面が出てきます。ツールはトップハットで、ゲノムはマウスで、入力ファイルはこちらで、出力先はこちらになりますと。で、プロジェクト、まあ、実験区は SRP の198で、クロモソーム、染色体番号は1から19と XY があります。マウスなので19と XY です。で、これで JUG を実行しますかっていうので、Yes、No が聞かれますと。で、ここで、はいと、まあ、Yes と答えると、全部、バーっと、Your job is submitted。はずみに submitted か。という感じで、JUG が自動的に投入されると。で、実行された JUG もほぼ、まあ、間違って落ちることなく、まあ、実行されていると。で、GMAP のこのスクリプト、まあ、プログラムは、まあ、Ruby を使って書いてます。Ruby を使って開発してます。なので、まあ、誰でもソースコードすぐ読めるっていうのが、Ruby を読める人はすぐ読めるんじゃないかなと思います。まあ、Ruby はいい言語だなっていうことをここで言いたかったんですが、ちょっとすいません、スライド間違えてですね。まあ、こちらは、まあ、記号プログラムの話はまあいいでしょう。あ、まあ、ちなみにこれちゃんと実行できる Ruby のプログラムです。実行するとフィズバズが表示されて、こちらのようになります。まあ、これはちょっといいです。すいません。で、GMAP の説明については以上になります。で、もう一個は、統合ファンボットの説明をいたします。統合ファンボット、クラスタージョブ監視用の、まあ、ツイッターボット。で、GMAP を作って、で、NGS の解析が、まあ、ある程度、まあ、楽になりました。で、統合牧場の家畜たちが、まあ、GMAP で NGS 解析をどんどん行っていくんですが、作業しやすくなったものの、いつジョブが終わるんだろうということで、QSTAT コマンドを見て、残ってるジョブを確認する、そういった毎日が、まあ、そういった日々が送られ続けてきました。でこんな感じで、なんか怯えながら、メモリ使用量を監視しているとか、Twitter に怯えながら、なんか、そしながら JUG を監視する日が続きました。で、まあ、メール通知、その JUG が終わったときに、サングリッドエンジンがメール通知してくれる機能とかっていうのはもともとあるんですが、メールっていうのはなんかちょっとスマートじゃないですよね。で、ところで、ツイッターって皆さんご存知ですか？まあ、どうでしょう。つぶやきを配信するサービス。まあ、ご存知ですよね。うん。で、例えばこうやって今日も緑茶がうまいなって私が思ったとします。そうするとここに緑茶うまいって書いてポストするだけで、まあみんなに、まあ、フォロワーに対して緑茶うまいが配信される、そういう、サービスになってます。これは緑茶、はい、いや、なんでも、ああはい、はい、で、ツイッターにはツイッターボットっていうのがよく、そういったそういうふうに呼ばれるアカウントが存在します。これは何かというと、プログラムを使って自動的につぶやきを行うツイッターアカウントのことです。皆さんもツイッターボット一つや二つやなんか見たことはあるんじゃないでしょうか。で、まあ、さまざまなツイッターボットが、まあ、いろんな開発者によって作られているんですが、例えばニュースを配信するものですとか、あとは天気予報を配信するもの、キャラクターものですとか、あとはもう
ります。うん、ツイッターボットね。ツイッターボットね。ポーンと来まして、統合ファームボットというものを作りました。DBCS のジョブを、まあ、クラスターのジョブをモニタリングしてくれるボットを作りました。でクラスターの情報を、まあ、発言するので、一応、まあ、プロテクティブにして、稼働させています。でどんなものかを今回、まあ初公開したいと思います。こんなものですって言われても、これだけ見ても、まあ、分かんないと思うので、まあ後で個別に説明しますが、まあ普通の、まあ、Twitter ボットアカウントです。で、こんな機能があります。クラスター環境でジョブを開始したとき、もしくはジョブが終了したときに通知をくれます。あと、現在クラスター環境で走らせているジョブの、状況を問い合わせに答えてくれます。あと、クラスター環境でメモリ食い潰してしまって、ジョブが、まあ、うまく動かなくなっている状態のときなんかに通知を、まあ、ボットが自動的にしてくれます。あとは、まあ、おまけ程度に挨拶してくれます。一個一個見ましょう。ジョブの開始終了通知、まあ、さっきみたいに Gmap を、クラスター環境で実行したとします。そうすると、まあ、例えば、こんな感じに、これはヤグさんが実行した時の発言を、まあ、キャプチャーして取ってきたんですが、こんな感じでヤグアイスがジョブを開始しました。日付もこうやって出てきます。で、しばらくしてジョブが終了するとこんな感じです。ヤグアイスの全てのジョブが終了しました。終了通知はパッド付きなのでリプライで来ます。なので、ツイッターを普段監視している皆さんならばすぐに、まあ、通知を受け取ることができて、すぐに、出力結果の確認に移ることができると。これのおかげで、まあ、そのいつジョブが終わるか、もう自分のジョブがもう終わったのかどうかっていうのを確認するために、毎回毎回急スタッフを連打するようなことは必要なくなりました。で、ジョブの確認、現在動いているジョブどうなっているのか。これは犬が俺のジョブどうなってるのって統合ファームに問い合わせた時ですね。そうすると統合ファームはちゃんと QSAT で調べてくれて、現在あなたは、これマシン名、タケルザネクストジェネレーションで TKRTNEXG なんですがネタバラシしなくていいタケルザネクストジェネレーションっていうマシンで2つのマシンというかクラスター環境で2つの、ジョブを動かしていますといった結果が出てきます。で、メモリ不足の時なんかにはこんな感じで、ヤグさんに対してですね、これは、まあ、ノード105と107のメモリが不足していますといった感じで、まあ、リプライで通知してくれます。で、あとは挨拶で、例えばこんな感じでサンキューとかっていうと、まあ、礼には及びませんよね、返事をしてくれる。そういった機能がありますと。これを、まあ、Ruby で書いて動かしているんですが、まあ、どうやって動いているのっていうのか、まあ、イメージを。で、さっきもそのサンビッグエンジンがインストールされている、クラスターの中にプログラムを直接置いて、で、クロンと呼ばれる、まあ、プログラムを使って毎分自分のそのボットスクリプト、ボットのプログラムを起動しています。で、まあ、毎分ここのその QSAT で、サンビッグエンジンのジョブの状況を確認することによって、いつジョブが始まったのかが、まあ、もしくは、いつジョブが終了したかのか、そしたらログを取ってで調べています。で、ジョブ、あるユーザーの全てのジョブが終了した瞬間にツイッターと通信して、まあ、そのユーザーのジョブが全部終了しましたよと答えています。で、またそのボットに対する、まあ、俺のジョブどうなってんのみたいなクエリを受け付けるために、このツイッターからそのリプライをが来てるかどうかの、確認を行うのも毎分行っています。これは全部 Ruby で。まあ、Ruby、Powered by Ruby というので、Ruby は素敵ですねというので、まあ、もう他はいいな。はい。で、まあ、こんな感じで、統合ファームボットと Gmap 作ったおかげで、まあ、こんな感じで、家畜たちから喜びの声が上がっております。はい。まあ、全部つくば市24歳男性になったんですが、はい。はい。まあ、とりあえず、家畜にはある程度の、家畜というか、まあ、牧場のメンバーにはある程度、喜びの声が上がっているみたいで、まあ、作ってよかったなと思ってます。で、まあ、私
ちょっとまあ長くなってしまいましたが、私がやっていた、今年度私がやっていた仕事は大体以上になります。でその他として、まあ、昨年度、今年度やってたような仕事をいくつか、紹介されています。最初の犬のプレゼンでも出てきましたけれども、G86DBCSJP、これは、まあ、このウェブページが動いているサーバーが、まあ、Mac Pro で、ございまして、これが、牧場のメンバーが集まる部屋に置いてあります。で、まあ、RA が、まあ、牧場のメンバーが好き勝手に使っている Mac Pro サーバーを、まあ、私が前というか、まあ、今まで管理しました。で、いろんな、まあ、RA が作ったウェブサービスの温床になっております。で、あともう一つ、これは去年の、収穫祭で発表した話なんですが、Body3D というツイッターボットも、作っておりまして、これは DBCLS のサービスで BodyParts3D というものがあるんですけれども、まあ、3D のモデル画像を、まあ、簡単に組み合わせて、で、一つのアナトモグラムというものを作れる、そういったサービスになっているんですが、こちらとツイッターの間で通信するためのボットを作りました。で、今ちょっとアナトモグラフィーのサーバーが落ちている、まあ、節電のために落ちていると思うのでちょっと使えないんですが、まあ、平常時は、普通に動きますので、ぜひ試しに使ってみていただければなと。あの下の G86 の URL のページに、まあ、説明のウィキが載っていますので、ぜひご覧ください。まあ、簡単に説明しますと、例えば心臓と肺くださいっていうと、Body3D がこんな感じで、先日摘出した心臓と肺の画像ですって言って、リンクを貼ってくれて、こんな感じで心臓と肺のモデル画像を送れると。で、まあ、何の役に立つのかっていう考える人もいるかもしれませんけど、相当これ、綺麗な画像で色付けとかもできて、カスタマイズがすごいできるんですね。で、こういった画像を、まあ、Creative Commons のライセンスのもとで自由に利用できるようになってるんですが、例えば論文とかにですね、まあ、こういったその臓器の画像を載せたいというような人がいるときに、論文、まあ、こちらで BodyParts3D で、こういったモデル画像を作っていただいて、で、Creative Commons のライセンスのもとを、論文に載せていただくという、そういった、まあ、利用とかが可能です。なので、まあ、まあ、大体リプライくれる人は遊びでやってる人が多いですけれども、まあ、ぜひ利用していただければなと思います。で、私の発表は以上です。まあ、まとめますと、NGS の、解析用の、まあ、手助けのツールを2つ作りました。GMAP と統合ファームと。で、私の仕事内容の発表は以上になります。で、リサーチアシスタントの募集の話に関しては、大体メンバーさんが詳しく話してしまったので、私からあんまり言うことはないんですが、まあ、情報工学や生命科学に興味がある大学生、もしくは大学院生の方は、ぜひ、リサーチアシスタントとして来ていただければ、来ていただいて、それで働くことを、まあ、働いてみてはいかがでしょうかということです。で、まあ、特にこんな人が来てくれると助かるっていう話ですが、プログラミングができる、もしくはプログラミングが好きな人、ね、あとはサーバー管理をやりたいと思っているような人、まあ、そういった方が、まあ、勉強しながら仕事をやることも可能ですので、ぜひ来ていただけると、まあ、来年度あたりは結構重宝されるんじゃないかなと思います。で、まあ、社員ということで、まあ、2年間、働かせていただきましたが、まあ、大野さん、中里さん、そして大野さんには特に、同じ部屋でいろいろお世話になりました。どうもありがとうございました。そして、まあ、牧場の、まあ、メンバーたちにも、この場を借りて、まあ、お礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。そして、まあ、最後に、まあ、DBCLS の、まあ、スタッフの皆さんにはいろいろ、まあ、ご迷惑をおかけしましたが、最後まで、支えていただきました。どうもありがとうございました。というわけで、私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。